T 先輩です。ノクターン。T 子です。ノクターン。風のダンジョンの攻略を始めます。妖精さんがいるね。話しかけられません。見事に嫌われてるね。ようやくできた。覚悟を決めて、飛び込め。あ、これか。え、飛び込むの。さあ、一思いに。そんな簡単に。ママよ。おお、こういうことか。こうやって進んでいくのね。なんだあれ。お、敵だったか。ちょ、強い。光の剣の方がいいかな。一応回復しておきます。これ、落ちても大丈夫。よかった。また話せない。嫌われてるのよ。バカにされた。わかって当然よね。やっぱり光の方が弱点だ。これと、これか。皆さんはわかりましたよね。いきなり煽るタイプかよ。わからない人は、見返してみたらわかるかも。決勝のアピールがすごいわね。いろいろありますね。どこに進むのが正解なんだろう。迷う。向こうは届かないでしょうに。まずはこっちか。あれ？何やってるの？またスタート地点だ。そういう眼神なのか。時間がかかりそうです。起きなきゃいいのよ。こっちは、あ、宝箱だ。大したものがなさそうだけどね。この足場。何をやって？戻ってきました。結構、時間がかかるんですよ。自業自得だから。階段みたい。みたいじゃなくて、そのものでしょ。この敵の位置がわかりにくいです。当たらない。今度は当たった。ダメージが大きいわね。これは、あ、なるほど。皆さんは、これが本物か偽物か、すぐにわかりましたよね。あ、だから、足が滑った。あれは偽物だから、違うルートがあるはず。どこだ？この偽物目。
そこの4つは本物っぽいけど、行かれません。下にある。あ、これか。よし、新しい場所です。足場が狭い。また落ちたら承知しないからね。無理ですか。違うわ。あ。ふざけ。一瞬で戻ってきましたよ。苦労したくせに。なんだあれ？あれを取るんだろうね。どこから行くんだ？もう、見づらいです。当たらない。この角度か。久々のレベルアップ。落ちそうで怖い。ここ。登れるのかな？無理そうです。あ、下に見えた。あれかな？どうやって行くのよ。とりあえず戻ってみます。あ、取れた。え？もう言うことはないわ。はぁ、戻ってきました。右側に妖精がいました。盲点だったね。下。応援してくれてるの。バカにされてるかも。お、あった。本物ですね。優しい妖精さんでした。お、緑のやつだ。たどり着いたわね。なんか大切そうです。手前。あ、届かないか。ここから行くのか。もう落ちないでよ。無理じゃないからね。わかりました。さすがに何回もやり直すのはきついです。え？落ちてるじゃない。あ、ここからのやり直しだ。助かった。そういう問題じゃないから、何回落ちれば気が済むの。巧妙な罠です。さっきのをここに置くのかな？そうっぽいね。何が起きる？え？見事に飛ばされた。回りすぎです。え、どこまで行くの？そんな風の流れがあるのかな？複雑すぎます。到着か。普通なら歩けないよね。そこは、D先輩ですから。何の説得力もないわ。落ちないように、慎重に。危な。
おじいさん。目を信じてはダメ。なるほど。こういうやつか。思い切って、飛べ。おお。さっきの4つのところだね。ここで使うのか。あ、ボス戦の音楽。ついに出るのね。どんなやつでしょうか。あ、こんなやつ。意外に美人。そりゃ怒るよ。本気モード限界です。回復アイテムが心もとない。一応安全のために。怖い。でかいのも出したね。どんだけ出すの。気がない。お、今だ。いて。あ、そんなにダメージがない。え。あ、腕が減ったよ。腕というか、髪の毛っていうか。とにかく、一本減った。多少のダメージを恐れずに、一気の攻撃しても良さそうですね。よし、行くぞ。連続で当たらないか。うお。あ、武器は変えられないのか。風の探検じゃなきゃ、意味がないでしょ。そうでした。うお。これでまた減るのかな。減ったね。この調子。あ、穴に落ちるのじゃないのか。時間で消えてるね。よし、いいペース。もうちょい。よしよし、残る歯一本です。よ、なんで攻撃が激しくなってるの。普通は多い時の方が激しそうなのに。盛り上げるためだよ。正論すぎて何も言えません。さすがに大きいのだけは怖い。そればっか出してくるね。今だ。見て。あ、そうでもない。回復しておいて、一気に決めるのも良さそう。よし、行け。うお。さすがに無茶しました。危ないわね。これを使っちゃいます。おお。全回復した。さすがに強力だね。え、結構なダメージ。倒した。何これ。左右をよく見て、渡るのよ。それは横断歩道です。これでオッケー。あ、オリー。怖い扉がありますね。魔王の顔も頻繁に出てくるね。そろそろなのかな。
きなり出た。これが魔王。許さねえ。あ、セーブ。はできない。当たり前でしょ。え、効かない。完全ガードされてるね。うお。憎しみが足りない。何かあるのか？何もない。効かない。いて。ダメージはないけどね。あ、武器が違うのか。風の探検で。よし。え、ダメ。何かが変です。今さら。戻された。いや、死ぬでしょ。そこは T 先輩なので。だから、何の信頼なのよ。あ。最後の実が。元気出して。切りつけるとか。トンネルを抜けると、そこは雪国でした。そんなこと言ってる場合じゃないよ。あ、誰かいる。ちょっと待って。宝石がある。ちょ、人出なし。私も同感だわ。シナモン。え、マジで？ちょ、なんで？シナモンもおかしくなってる。ちょ。は。シナモン。え、このおなじみの展開って。困ってる。さすがの先輩も弱ってますね。どうすれば。教えてくれない。世界を巡りました。あら、冒険できてよかったわね。そんな冒険はいりません。太鼓の音に聞こえる。激しいわね。おそらくこう言ってるのでしょう。
ちょっと何言ってるかわかりません。いや、わかれよ。前はここで落ちたんですよね。宝に釣られたのよね。上を行きます。え、ここでいいの？あ、扉だ。冒険したかったのか。いや、助けろや。また帰ろう。なるほど。音の一族も大変ね。なんか、すみません。カメラがぶつかった。またシナモン。今度は本物かしらね。フラッシュバック。ちょ。疑ってます。え？ちょっと。まさか。嘘でしょ。そんな。衝撃的すぎて言葉を失ってました。とにかく、また次回、ノッタン。どうなるのかしら。